戦闘メカザブングルに登場した前半戦の主役メカ、ザブングルです。これは劇中、1回しか出てこなかったイノセントドームにティンプを追っかけに行った時の重装備バージョンです。どうせ重装備バージョンが出ると思い、ノーマル仕様は見送ったのですが、これはノーマル仕様の問題点を回収したものです。私はガシガシ動かさないのでこのプロポーション、ディテールは最高です。長谷川キットはマクロスでたくさん作ってるので耐性はあります。接着剤はいらないとのことですが、長谷川のはまだまだバンダイの域に達していないので接着剤は使います。樹脂の感じが今一つなんですよね。ここは貼り合わせると合わせ目ができるのですが、厚みがおかしいのでプラ板を接着してサイドの合わせ目を消しました。削りすぎたのですかね。この翼と足のジョイント部ですが、押しピンコンが思いっきり見えるのでこの段階で処理をしておいてください。キットは翼の折れたジロン機と壊れていない機体が作れますが、翼のポリキャップが1体分しかないのでお湯丸でポリキャップの複製を作ります。しっかり中まで硬化させるため透明 UV レジンを使いました。ジロン機は大体やっていればいいかなと。内部は透けないよう黒サフを吹いています。二の腕の部分はここに筋彫りを追加しました。パーツ数が多いので白いパーツはまとめて塗装します。デンドロビウム用に用意した白が VF1 作っても余っているので同じ要領でグラデーションをつけます。動画を撮り忘れましたが、翼端灯は UV レジンで透明化しています。詳しくは過去の VF-1 ファイター動画を見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。型の上に乗せる追加武装は新規パーツが用意されていますが、穴が開いていてオスメスで環合させる方式をとっています。ここが辛い位置になります。
穴が開いているのはカッコ悪いのでノーマル仕様のパーツを使ってマグネット固定にします。右が新規パーツです。だいたい同じような位置にマグネットを接着しますが、少し削って後ろ側に寄せています。マグネットはファイ5の厚さ1ミリのネオジムマグネットです。接着剤はエポキシ接着剤です。裏にマグネットを貼り付けて接着するマグネットの位置ずれを抑えます。ウェポン側の凸パーツを切り落とし、後ろ側は少し内側に寄せれるようにしています。後ろのマグネットはファイ3の1ミリ厚です。後ろ側もマグネットで位置ずれしないように裏当てします。ウェポン側のマグネットですが、前側はファイ5、1ミリ厚を2枚、後ろ側はファイ3、2ミリ厚を1枚です。マグネットが極力ボディに近くなるように 0.5 ミリのプラ板を貼っています。後ろをつら位置にして接着剤が固まるのを待ちます。エポキシ接着剤がマスキングテープに貼り付いています。なかなかの吸着力です。ポジションズレもありません。
腰のタイヤカバーですが、塗装が面倒なので後はめ加工します。グレーパーツの出っ張りを斜めに切り落とします。反対側も斜めにカットします。この時、一番上だけカットしないでストッパーにします。入れてみます。長谷川キットはモールドが浅いので、合わせ目は全体サフ前に念入りにチェックします。合わせ目だけ1000番サフを拭きます。肩の部分が今一つ面が揃っていないので削って合わせて段落ちモールドを作ります。メインカラーのブルーパーツのサフを拭きました。多すぎて、手首パーツは後で塗装することにしました。トリセツのレシピ通りコバルトブルーと白を混ぜます。割合は試して脳内イメージで調合します。トリセツに書いてあったマゼンタを混ぜるとどうなるか試してみます。ちょっと紫っぽくなりますが、私のイメージに近くなったので混ぜることにします。ただちょっと色が濃くなったので白をさらに混ぜます。やってしまいました。一瓶では足りませんでした。手首の分が足りません。仕方ないので似たような色を作り、全部のパーツをまだらに塗装しました。1回目の青に白を混ぜた色を作り、グラデーションをつけます。
すねの部分などの濃いブルーはコバルトブルーを吹きます。グラデーションをつけるためコバルトブルーに少し白を混ぜたものを面の中央に吹きます。ベースの黄色は58番のオレンジイエローを吹きます。ミサイルポッドは凄まじく引けがあるので、それを修正してから塗装です。 MS イエローでグラデーションをつけます。使用している材料や工具類、動画で説明していない製作段を概要欄に書いていますので、合わせてご覧ください。チャンネル登録と通知のベルマークよろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。